俺も自らの変化に驚いている。以前はこのようなことでつまずくことなどなかったはずなのに。いい変化なんじゃないか。鶴に八代っていう完璧さに頼らずにちゃんと役に向き合おうっていうさ。ところで悩みっていうのは？今度の役のことだ。実はマスカレイダーに出演することに決まったのだ。敵の幹部役でな。珍しいね、八代がああいう番組に出るだなんて。俺はこれまで何をやっても主役だったが、いろんな…なるほど。しかし役作りをする上でわからないことがあってな。今度俺が挑戦する役ドクトル・シュラウベはマスカレイダーを憎んでいる反面、戦士…しかし復讐心のみで戦ってきた俺にとって敵は全て憎むべき存在。どのようにすれば戦う相手に敬意を抱けるのかがわからない。もちろんいつものように台本通りに演じきることもできるだろう。だが今度はそれではダメなのだ。俺は敵役だから、俺は戦いの中で生まれる敬意、それを敬意を抱ける相手か。だがそんな相手もうこの世には。イドラスフィアにお前の求める相手はいる。なんだと？青い月、準備を整えておけ。ナバール、ここに一体何がいるというのだ。いいからついてこい。周囲に満ちるこの強力な気配、この持ち主が。気をつけて進もう。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。あの人は？なんだ、あの存在は。パフォーマー、いや、違う。父さん。以前感じた気配は
やはりお前の父親だったか。どうして社のお父さんが。こ社5年前に拾ったのだ。さまよっていたこの哀れな。父さん。お前は。我が名はロンク。剣を極めしミラージュ。奥底から湧き上がる圧倒的な力。さすがは期待の大天才。なんという剣気だ。すべて俺が。貴様。震えているな。感じた。お前の野心。感情を制御し、支配してこそ真の表現者だ。お前は落第だ。さあ、息子よ。お前も無念を抱いたまま、俺の糧となる。立つんだ、ヤシロ。イツキの言う通りだ。お前がこいつを撃ち、父の無念を晴らせ。今こそお父さんを超えるんだ。だが、今の俺で。今のお前だからできる。だから、ヤシロ。わかった。やってやるさ。あのミラージュを切る。カルネージフォーム。俺の剣を見せて。鶴に社、貴様のパフォーマもいただく。絶対に負けられない。いけるいける。これだ。勝って帰ろうぜ。なんであろうと切る。かけてみるか。俺の剣技見せてやる。狙い通りだ。目障りだ。生きた。この姿で情けない戦いはできない。悪くない。エクセレント。クラブ。解き放つ。信じてるぜ。谷にかけろ。続いてください。続くわ。マイコ、やるわよ。気合い入れなさい。来た来た来た。頼みます。私だって。今です。お任せだよ。クリアお姉ちゃん、つないであげる。やったわ。次で片付ける。やるだけやってみる。かけてみるか。かけてみるか。セッションいけるぜ。ナバー。承知した。
ンタスティック、一番やり、スクエラーン、次は俺が、今だ、そーれ、お願い、やり、隙は作ったわ、覚悟はできてる、頼んだわよ、オーケー、頼みます、続きます、今です、お安い御用だよ、頑張って、グッ、大成功、これが戦いの中で生まれる、俺のとっておきだ、受け取れトーマ、さすがだ、いいか、もうよいロンクよ、ああ、あれ、チカオミさんは食われたって全部せがれが思い悩んでいると聞いてな、ナバールに協力してもらい、一体どうしてここに、5年前ここにいるロンクーが消えるしかなかった私の弾、残されたせがれが気がかりで、未練たらしくこの世にとどまらせてもらったもっともこのイドラスフィアをこの世と呼ぶのだが、我が気がかりは杞憂に終わったようだ、はい、強くなったな技術の方はまだまだだが、友を得て表現者として、人間として、あれ、父さん、イツキ君、そしてナバールよ、まだまだ未熟者だが、せがれを、あ、はい、承知した、ロン君、我がミラージュよ、本来は存在しなかった5年間、お前に惹かれた俺が好きでやっていたことだ、礼には及ばん、ヤシロ、すまんな、お前には父親らしいことをない、いや十分です、父さん、刃を交えることにおかげで俺は新たな境地にたどり着けた、これが父さん、ありがとうございました。せがれにつける最後の稽古が我が人生最後の舞台、え、最後ではな、ヤシロよ、はい、戻るぞ、稽古の続きだ、
フォーマーが新しいレディアントスキルが。どんなのができるんだろう。次は。これでいいかな。それじゃあユニティする。行くぞ。さらなる高みへ。ナバール、お前が一芝居打ってくれたおかげで父への思いをようやく。ああ。それにこの俺を欺くと。先の凶暴のことか。当然だろう。常に一番近くで一流の芸能に触れ。そうか。貴様も変わったな。己の身一つを信じて研鑽することも間違いではない。だが一人では至れない境地がある。そこに導いてくれる友との出会いは人生における。ああナバール、お前との出会いも俺にとっては最大の財産だ。そうか。いいぞライガー、刃を通して貴様の思い強さが伝わってくる。俺は今四天王としてではなく純粋な戦士としてお前との戦いに身を投じている。クソ、ドクトル・シュラーベ、貴様ほどの男がどうして。どうして、いやどこで道をたがえたのだろうな。あるいは貴様と良き友になれたかもしれない。シュラーベ、だが過去を悔やんでもせんなきこと。今俺とお前は敵同士だ。さあ決着をつけるぞ。おお、ヤシロ、お前やるじゃねえか。なかなかいい悪役ぶ。無論だ。俺を誰だと思って。ほんと不思議だよな、ヤシロがこんな役をやってるなんて。おかしいか。いや、とてもいいよ。そうか。なんだなんだヤシロ、お前ずいぶん丸くなったんじゃないの。最初は一人で突っ走るよくわからないやつみたいな感じだったのにさ。みんなのおかげじゃない。フォルトナに来てからヤシロもすごく変わった気がする。その通りだ。ここには個性的な人間が揃っている。それ、そういうお前が一番個性的だけどね。だが一番は葵月。葵月、俺はお前から様々なこと、自分は決して完璧ではないこと、そして他者がいてこその自分だと言う。俺は一人では変われなかった。お前がいてくれたからこそ、いつき、お前に心よりの感謝を。買いかぶりすぎだよ。ヤシロにはもともと実力があったんだ。うん、それもそう。うわ、すごい自信だな。当然だろう。なぜなら俺はフォルトナエンターテイメントの超一流アーティストで期待の大俳優いつきの友人だからな。これからもよろしく頼む。お前の剣として、そして友として、共に。